日本共産党の佐々木健翔でございます。昨日に続きまして、一体改革成案、それと消費税の増税の問題についてお聞きをしたいと思います。昨日はですね、2010年代半ばまでに段階的に 10% に引き上げると、こういう点を正しました。このことに関連をして、与謝野経済財政担当大臣はですね、7月7日の東京都内のシンポジウムで、こういうことを言ってるんですね。おそらく2016年くらいから、あと 5% とかですね、20年ぐらいには、もうちょっと上げないとやっていけないと、こういう発言をされています。それから日経ベリタス、この中ではですね、これ7月10日付ですけれども、この成案は、このままでは財政が破綻してしまう。ようやく血止めだけはできるという段階だ。15年を過ぎれば消費税で考えて、さらに 5% ないし 10% の引き上げを迫られ、欧州先進国並みの税率負担に当然近づいていくと思う。今回の 5% 引き上げ案はほとんど予告編に過ぎないと。こういう発言をされていますけれども、野田大臣も同じ考えでしょうか。野田財務大臣。お答えをいたします。今回の成案の中では、佐々木委員ご指摘のとおり、2010年代半ばまでに段階的に消費税率、国地方を 10% 引き上げると。で、その目的は、社会保障の安定財源を確保することと同時に、財政健全化の同時達成という意味であります。で、財政運営戦略は今ご承知のとおりでありますけれども、2015年までに基礎的財政収支を対 GDP 比で今の半分にして、そして2020年まで財政運営戦略を書いておりますが、その時には基礎的財政収支対 GDP 比黒字化をすると、こういう流れの中で、多分与謝野大臣の念頭にあるのは、財政運営戦略で言えば2010年代半ばまでの措置を取っているのであって、2020年までの税制の姿もまだこれから考えていかなければいけないという意味で のご指摘なんだろうというふうに受け止めております。佐々木君。その 10% に上げること自体もですね、大問題なわけでありまして、その先さらに 5% 上げる、 10% 上げると、こういう発言で煽ってですね、増税を推し進めようという姿勢に私は重大な問題があるというふうに思っております。消費税の逆進性については野田大臣はあるというふうにお考えでしょうか。財務大臣。消費税については所得が低いほど負担感が強い、いわゆる逆進性の問題点が指摘をされていることについては、これは十分に念頭に置く必要があるというふうに思います。佐々木君。今度の一体改革ではですね、この逆進性を是正するということに関連をしてですね、食料品などの軽減税率の導入、これは検討されたようですけれども、これは有効な方策とは言えないということで排除をされておりますけれども、この軽減税率の導入というのは、逆進性是正するのためのですね、効果はないと、こういう判断に大臣も立っておられるんでしょうか。財務大臣。逆進性の本格的なですね、対応についてはですね、いわゆる法制化をしていくだけの、具体的な制度設計の中でしっかり議論していきたいというふうに思いますけれども、どちらかというと、これまでの民主党の税と社会保障の調査会の中間整理であるとか、そういうものを踏まえると、軽減税率、いわゆる複数税率よりはですね、いわゆる給付型の税額控除等々の方が有効であるという考え方が出ておりますということが基本的にベースにあると思いますし、一般的に諸外国を見ても軽減税率を取り入れている場合には標準税率が高めになったりすると、あるいはその軽減税率と標準税率の境目をどうするかとか、これ多分相当な議論が必要だと思うんです。例えばフランスだとキャビアとトリュフと何でしたっけ、もう一つ高級珍味は
もう食べたことない全部だからそれ例えばキャビアが軽減税率でトリュフとフォアグラが標準税率とか分かんないもの随分ありますね。だそういう議論はちょっと相当大変だろうということもあっての議論かとは思いますが、あのこれからあの軽減税率を含めてですね、基本的にあの低所得者対策等々逆進性どうするかという議論はこれから具体的にさせていただきたいというふうに思います。大君、今回 の、あの成案にはですね、この軽減税率をはじめとして逆進性対策というのは入っておりませんから、税を上げるだけなんですから。でしかもですね、これは先に、まあ、その先のことはこれから考えるというような、私は非常にあの最初に増税ありきでですね、低所得者対策というのは二の次三の次になっている、まあ、そういうものだというふうに思うんです。で従来ですね、この政府の説明は、まあ、社会保障に回すんだから、つまり、税収消費税の増税分を社会保障に回すんだからね、まあ、社会保障というのは低所得者に厚く回るということになるから逆進性の緩和に役立つと、全体として見ればですよ、消費税だけで見ると逆進性はあるなという説明をされてきたんです。でまあ、例えばこの図を見ていただきたいんですけれども、まあ、1ページの上の図はですね、逆進性を示す図でありますが、これ全部あの皆様方の検討の過程で出てきた資料であります。2ページ目のですね、あのに書いてありますこの図は、まあ、左側に低所得層、右側に高額所得層が入っております。でそういうものですけれども、前提は消費税1兆円の負担が行われた場合、それを社会保障に配分するとですね、低所得者左側の方はですね、その負担は負担率は大変消費税は高いけれども重いけれども、回る分はですね、社会保障で回る分はそれ以上に大きいと、こういうものを示してきたわけであります。でこれはあの間違いないと思うんですけれども、でその上でですね、今回の、税と社会保障一体改革案では、消費税の負担分がどのように社会保障の拡充に回るのかと、まあ、これがあの問題になるわけで、あります。で3枚目を見ていただきますと、これはあの今回の、成案の内容を図で示しているわけですが、右側の方にですね、消費税 5% 分がどのように配分されるかというのが書かれておりまして、消費税引き上げに伴う社会保障支出等の増、これ 1% 相当、機能強化が 3% 相当、機能維持が 1% 相当と。でこの機能強化の分ですね、この中にはまた3つに分かれております。制度改革に伴う増、高齢化等に伴う増、年金2分の1の分ですね、まあ、こういうふうに書かれております。さてそこでですね、これまでの社会保障の水準をですよ、さらに上乗せして、各家庭にですね配分される、その部分というのは、どの部分でしょうか。いいですか、財務大臣。この図表でいうと 1% 分ということだと思います。委員長、その 1% というのはですね、この機能強化の一番上にある制度改革に伴う増という、まあ、これだけが家計にプラスになるわけでありまして、それ以外はですね、家計には回らないんですよ。まあ、簡単に言いますとね。で、なぜならば、まあ、高齢化に伴う分というのは、まあ、回るといえば回るかもしれない。しかし、これは自然増の分でありまして、従来受け取っていたものを各家庭でさらにプラスになるということではないわけであります。年金について言いますと、今回、増える部分ではなくて、これは財源の置き換えに過ぎないわけであります。これ一番上の消費税引き上げに伴う社会保障支出の増というのは、これは
増税になりますから、社会保障関連の部分が、で、消費税を払わなければならないと、その負担分がこれだけあるということでありまして、家計に回るわけではないと。まあ、したがってですね、この、図でいきますと、5% 上げて、まあ、消費者からいただきますけれども、その分をですね、家計に明確に返還、返す分、これは 1%、まあ、若干あってもプラスアルファと、まあ、こういうことになると思うんですね。で、そうしますと、先ほど見たこの2枚目の、これは1兆円負担をして、1兆円を家計に返すという前提で、計算をしたものでありますが、今回のこの、社会保障の拡充分というのはですね、こういうふうにはならんわけですね。で、したがって、これは、まあ、消費税増税 12.5兆円ですね。社会保障の拡充に回るのは 2.5 兆と。そうなると、この図が変わってくるわけですね。まあ、上の方が5分の1に、変わると。そうなればですね、まあ、当然この低所得層は増税はされても受け取るものが少なくなると、こういうことになるんじゃありませんか。財務大臣、少なくともこういう改革をしないとですね、家計におけるその社会保障給付のそのいわゆる支援というのができなくなるという意味でやろうということであるということで、まあ、今ちょっと 1% プラスアルファということがございましたが、ちょっと数値的に正確を抑えるのはも難しい話でありますけれども、まあ、そういう意味で の理念があるということをご理解いただいた上で、さっきの逆進性 の話題に戻りますけれども、この消費税の税率とか税額控除の問題だけじゃなくて、今回の成案の中ではこの社会保障の機能強化として低所得者対策も入っているわけでございます。ということは、そういうことも総合的に判断しながらの逆進性の議論をすべきではないかなというふうに思います。社君、それではですね、この図で、2枚目の図にありますような、今回の増税分のうち家計に回るのはこれだけだと、で、その差し引きはどうなるかという結果をですね、後で示していただきたいと思いますが、いかがでしょう。野田財務大臣。務めたいというふうに思います。佐々木君。で、私はですね、今回のこの成案の社会保障の拡充という点、盛んに強調されますけれども、例えばですね、こういう内容がいろいろ盛り込まれております。例えば、医療費の窓口負担の引き上げ、年金の支給開始年齢の先延ばし、生活保護水準、支給水準の引き下げ、これは社会保障の拡充ではなくてね、社会保障のこれ、引き下げなんですよ。で、これは私はますますこの逆進性は一層大きくなると、こんなことやるとですね、思うんです。で、まあ少し振り返ってみましてもですね、これまで、まあ、自民党政権の下で、まあ、大変な改革が行われて、まいりましてね、医療負担は本人負担が1割だったのが今や3割ですし、老人医療の自己負担は外来月400円が今は 毎回1割または3割取られる。国民年金の保険料の負担もですね、7700円だった。それが1万5100円、さらに上がる。厚生年金の支給開始年齢も60歳から65歳に、遅らせてきております。で、介護保険の導入でですね、保険料の徴収が今までなかった人たちが全国平均でさらに4300円取られる。これはその時点のですね、少し前の数字ですけれども、それからこの障害者自立支援法の問題で、定率1割の応援負担、後期高齢者医療制度、もう上げればもうこんな山のようにですね、この庶民負担、低所得者に対する負担というのが行われてきたんですよ。それで民主党政権はですね、この国民の怒りに乗ってですよ、俺はもう今までの政権変えなきゃいかんと、政治を変えるんだということで政権交代をしたんだけれども、何も直さないと。直さないばかりかですね、消費税の増税はやるわ、社会保障もですね、まともな拡充やらない。これではですね、まあ、今回の一体改革というものが国民の役に立つかというと、私は全く逆だというふうに言わざるを得ないというふうに思うんです。
で、それでですね、もう一つお聞きしたいんですけれども、障害所得で見ると逆進性はなくなるという議論が、今回の一体改革の中で行われております。で、これはどうも訳がわからん議論でありまして、この、お配りした資料のですね、1枚目の下の方に、載せてありますけれども、集中検討会議に配布された資料で、障害所得で消費税の障害負担を割りますと、累進性になると。所得、まあ、その所得税ならね、累進性というのは分かりますよ。しかし、消費税で計算すると、なんで、累進的になるのか、理由がよく分からない。で、その理由をですね、説明をしていただきたいと思います。野田財務大臣。まあ、これはですね、内閣府が取りまとめたあのリサーチペーパーでございまして、消費税のいわゆる逆進性を考えるにあたって、ある一時点の所得だけではなくて、障害所得と消費税負担、といった視点からの分析も踏まえる必要があるとの観点から、海外であるとか、我が国のこれまでの研究における障害所得で見た逆進性の計測の例を紹介をしているということでございますので、その例でありますので個々の研究についてコメントをするということは差し控えたいと思いますけれども、内閣府のこのリサーチペーパーでは、障害所得で見ると一時点の所得で見るよりも逆進性が小さくなる、障害所得で見ると、高所得者層の方がより大きな負担をしている、対障害所得で見ても消費税は依然逆進性を持つが、障害所得で見た方が逆進性はやや緩和されていると、まあ、そういう研究の紹介をしているということでございます。これについての評価はいろいろあるかと思います。研究の成果をここで紹介するという場合は、その研究がどういう根拠に基づいてそのような結論になったのか、その原因、はっきりしたその理由をですね、理解した上でやらないとですね、まあ、もうあちこちから研究を持ってきて都合のいいものを載せておくと、でこんな累進性なんてのは絶対にありえない。なんでか、ここにはからくりがあるからですよ。この論文は私はこの人が書いた論座2005年12月号に、を見ました。そうしますとですね、例えば現役の時の年収500万の方はですね、消費税の支出が19万、したがって、負担率は 3.8%、70歳になると年金所得が200万円だから、消費税は19万円だと、負担率は 9.5% の負担率だと、まあ、こういうふうにされているわけです。しかしね、ここで貯蓄がどう扱われているか、これが問題なんです。つまり貯蓄はですね、まあ、過去の所得で、それを貯めたものですよね。で、それをね、計算から外してるんですよ、これは。つまり、障害所得で見ますと、貯蓄の多い人は、多ければ多いほどですね、この負担はですね、負担率は高くなるんですよ。なぜなら、それは貯蓄を取り崩す分を外してますから。で、年金生活になって貯蓄を大量に取り崩して消費をすると。そういう人はですね、貯蓄は計算に入れませんので、年金しか計算に入れませんから。まあ、当然高くなるんですよ。こんなデタラメなものをですよ、ある学者がやったということでですね、あ、これはもう面白いと。今までの逆進性を全部否定するものであると。なんつってですね、載せること自体がですね、良識を疑われますよ。これ貯蓄についてどういう扱いになっているか、はっきりさせてください。財務大臣。ちょっと私は出てきたリサーチペーパーしか見てませんので、その論座読んでませんので、後でよく拝見させていただきたいと思います。社長君。その貯蓄についてですね、では後で資料でですね、この図表、図ですね、この 1ページ目の下に載せてあります、この図の背後にある、計算、貯蓄の扱い、この、統計をですね、ぜひ示していただきたいというふうに思います。確認していただけますか。
野田財務大臣。リサーチペーパーを取りまとめにあたって内閣府がこれ責任を持ってやったと思いますので、今のご指摘を踏まえた対応をさせていただきたいと思います。佐々木君。ですから今回ですね、この成案というのは出されましたけれども、私は増税だけがどんどん先走ってですよ、増税といっても消費税の増税ですよ、これはもう庶民にとっては、耐え難い事態になっているわけです。でその上でですよ、社会保障の配分はですね、そのうちの 5% のうちの 1% 分しか配分しないんだと。でこれは逆進性の解消にならない。で逆にですね、社会保障の改悪まで、入っているとするとですよ、これはですね、あまりにも、庶民の暮らしを、逆なでするというか、感情を逆なでするものでありですね、暮らしを破壊するものである、まあ言わざるを得ないというふうに思いますので、消費税増税には絶対に反対である。財源は他から持ってくるべきだ。このことを言って、今日は終わりたいと思います。